こんにちは。村上無線の村上です。JBL のスピーカーも大好きで、電子工作も大好きなんですけど、実は、歴史小説が大好きなんですよ。特に、戦国時代ですね。織田信長から関ヶ原までのね、小説をすごい読み漁っていた時期がありましてね。そこが大好きなんですけどね。特にその中でも、やっぱりね、私のヒーローは織田信長なんですよね。もし織田信長が本能寺、明智光秀に、謀反でね、死んでしまうことがなかったら、この国はね、もっとあの時に変わっていたのではないかっていう気さえするぐらいすごい人だったんじゃないかなと思うんですよ。それで、今回、この新潮後期で織田信長への道、この作者の水野、清志郎さんという方にですね、私がちょうどお話を伺えるという、織田信長についてね、ということになりました。水野さんが、やられているのは、私はまあ歴史小説を読んでいるっていうぐらいのことなんですけど、新潮後期というですね、この、なんていうのかな、織田信長の家臣が書いた織田信長一代記っていうですね、まあ歴史上の資料としては、これが一番信頼できるのではないかとされるですね、織田信長の資料なんですね。これをね、深く読み解いて、まあこちらの新潮後期天理本主観という、こちらの本の編集人ということも、水野さんやられているので、非常に詳しいんです。それで私が知っている、まあ一般的な小説に出てくる歴史の話と、実はこの、新潮後期から読み解いた、この水野さんのね、考えた、この織田信長の、話というのはですね、ちょっと違ったりするんですね。そこもまた面白いんですけどね。まあ一般に知られていることは、史実、じゃなくて、それ全くの作り話じゃないんじゃないのってことも、この新潮後期をね、読み解いていくとね、あるらしいんですよ。ということで、早速、水野清志郎さんにお話を伺ってみます。水野さん、よろしくお願いいたします。はい。水野さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。水野です。はい。でですね、この、新潮後期で追う桶狭間への道、第1回ということでですね、この第1回のタイトルはですね、信長は桶狭間の戦いになぜ勝てたのか、このテーマでね、ちょっと、歴史ライターの水野さんにですね、新潮後期、その他のですね、歴史文献を読み解いている水野さんに、真実を教えていただきたいというふうに思います。何卒よろしくお願いいたします。なるほど。はい。真実はよくわからんのですけども、それはしょうがないですね。ちゃんとした真実書いてあるものはないのでですね。ただ、一番真実に近そうなところをお話したいと思います、ね。ちょっと新潮後期教えてもらいます。新潮後期っていうのは、私も調べたら、割と、太田なんとかさんという、信長さんの家臣が書いた一代記ですね。はいはい、最も信頼できるだろうというふうに、いわゆるその歴史関係の、研究者、学者さんの間でも、なんていうのか、評価されているっていうものなんですよね、きっと。新潮後期自体はですね、いわゆる軍記物というパターンになりまして、本当の、資料、信長が直接書いたとか、そういうもんじゃなくて、第三者が書いてるって、そこはちょっと微妙なんですけれど、その同じ時代に、非常に近しい人が書いたものということで、一次資料に類するものと言われてますけどね。準じるものかな。いろんな資料あるけど、最も信頼できそうだって言われてる資料だということですよね。そういうことですね。で、そこから水野さんは、これだけじゃないかもしれないですけど、真実はこうだろうということを歴史ライターとしていろいろ考えて、いくつかの結論を導いてるっていう感じだという理解でよろしいですかね。それで大丈夫です。はい、大丈夫ですけど、一つだけ言わせてもらうとですね、新潮後期いくら読んでも分かんないんですよね。だってそれ分かったら今の歴史家がみんなちゃんと言ってますから、勉強して一生懸命ですね、やってる人たちがね。でも彼らも全然分からない、いくら読んでも。なるほど。はい。そこが面白いところです。歴史で450年も前の話なんで、NHK のね、チコちゃんじゃないですけど、最後は諸説ありっていう部分もどうしても出てくるわけですよね、歴史だから。そう、諸説というよりは、分からないと言った方がいいです。
もう諸説も今ちょっとなかなか出てこなくなっちゃってて、わからないですので終わってますね。うん、なるほど。で、一応とにかく今回の、あの第1回、このね、はい、このシリーズのですね、新潮興業で岡畑前の道、最初の私の質問はですね、まあ、単刀直入に、織田信長はね、なぜ今川義元に勝てたのか、桶狭間で、これをお伺いしたい。どうでしょう。はい。雨に紛れて奇襲攻撃をしたからです。なるほど。なるほど。はい。前にちらっと聞いたんですけど、やっぱりでも、3000対3万というふうに、まあ私はね、で、小説で頭の中にインプットされてるんですけど、10対1の人数なんだけど、勝てたっていうのは、でも、確かにその、信長の3000は、本当の自分のところの3000だけど、今川の3万ってどういう軍隊だったんですか？まあ基本的には各地からの寄せ集め軍隊で、戦力的に、戦闘員っていうのはどうでしょうね、1割ぐらいじゃないですかね。これ、1割だったら、信長の3000が戦闘員だったら、実は3000対3000だった可能性もあるわけですよね、本当に戦って。いわゆる直接ぶつかった時はそれぐらいじゃないかと。というのは、広域に展開してますから、まあ、ロシア軍、生に今出てるか知りませんけど、うん、あれ、一箇所でそれだけで来てるわけじゃなくて、あちこち行ってあんだけの人数ですよね。そうだよね。まあ、その点が一緒なんですよ、その今回はね。ちょっと今のウクライナ対ロシアの感じと少し似たところがありますよね。で、やっぱり、うん、ウクライナは非常に戦意が、高い兵士が揃ってるっていう話も、なんかやっぱり地元だし、地元を守ろうという意味で、信長方はそんな感じだったのかなって感じに対して、攻めてくる今川は、本当ロシアみたいに、何やっとるかようわからん右往の衆が集まっとったのかなって感じもしますね。まあその辺の戦意、いわゆる意欲の差というのがかなりあったと思われますし、うん、いわゆるその補給の部隊の人たち、それから、ガザマといっても結構広いエリアがありますから、そこに分散してた人たち、もっと言えば、多分家康とか大高城にいたわけですけど、彼らも一応3万の中に入ってますからね。ああ、なるほど、なるほど。そういうことだよね。そうだよね。もう広、まあ、ロシア軍がなんか隊列でバーッと何十キロも、ね、並んでるところに、ジャベリンでドーンと打ち込まれたみたいな話で、隊列が伸びきってた可能性もあるよね。3万。そうですね。だからその、吉本の本体の周りにいた戦闘員っていうのは、本当に数千程度しかいなかったんじゃないかなと思われますね。なるほど。ね、一番村上さん問題なのはね、吉本がどうしてたかって話、特に上洛してたって一般的に言われますでしょ。そうですね。あれはね、うん、あれはね、違うんですよ。え？上洛する気なんか全くなかったんですよ。え？でもそれ、つい最近、日本経済新聞に上洛しようとした、今川義元が織田信長に、奇襲を受けたって書いてありましたけどね。いや、日本経済新聞は歴史新聞じゃないですからね。その辺はいい加減だ、ね。そうだったとしても別に株価に影響はないですからね。なるほど。いや、でも、本当でも一般的にはね、まあ、小説で大体そういう扱いされているので、上洛しようとしていたっていうふうに、私とでも思ってたし、思ってる人多いと思うんですけど、違うんですか？まあ、違います。これはもう今、学会でも完全に否定されてまして、うん、まあ、なぜかというと、その吉本が上洛するために、まあ、いわゆるその尾張より先を調略した、いわゆる連絡を取ったという跡が何も残ってないんですよね。そうか、それができてなければ。だってそうでしょ、そこから先行こうと思ったら、当然その、敵味方、いろいろいるわけで、そこに話をつけておかないと、京都まで行けませんよね。行けないよね。その飯も食わにゃいかんし、お馬さんに会話もあげないかんし、そういう準備、いわゆる兵隊がいるもんねって考えるとですね、うん、そういう準備は、要は終わりから先にはしていたというのが確認できないということなんですか？そういうことですね。何のこうお手紙のも残ってませんから、まあ、それはやってないと。歴史研究してる人たちはみんな分かってるのに、
まあ、小説しか読んでない私みたいなのは、上洛しようとしたんじゃないのっていうのと、なんと天下のですね、クオリティペーパー、日本経済新聞の方までですね、上洛しようとしていた吉本がっていうふうに書いちゃうぐらい一般化してるっていうのは、どうなんですか、よろしいんですか、歴史ライターとして、この世の中の事実は。いやいや、株価に影響しませんから、別にいいんじゃないですか。なるほど。でも、じゃあ、上洛しようとしていなかったんだったら、吉本一体何しようとしとったんですか？まあ、いろんな学説は出てますけど、まあ、私が思うのはですね、大高城を、まあ、開放しようとしたという、そういう戦いに来ていたんじゃないかなと思ってますね。でも大高城を開放っていう、まあ、大高城っていうのは確かに、あれですよね、場所で言うと、尾張の中に、吉本が確保していた重要な拠点だったんだろうなという感じはするんですよね。三河じゃないですよね、大高まで来ちゃうとね。だから、まあ、大阪は、まあ、知多ですよ。どちらかというと、知多という知まあ多まあ、そう半か、島北の一国のと番付けか。根ぐらいになるわけですけど、まあ、尾張のエリアですね。そのすごい重要な、多分信長にとっても、今川にとっても、すごい重要な拠点、城だったっていうことなんですかね。それを話題。今でこそちょっとわかりにくいですけど、当時は海岸線にありましたんで、ああ、そうかそうか。で、まあ、貿易港だったんじゃないかという見方もありますから、いわゆる伊勢湾への、まあ、通路になるところなんですよね。なるほど。だからそういった部分で、どうしても欲しいとこですし、そこをまあ信長に囲まれちゃったんで、まあ、それを助けに来たというのが目的だと思ってますね。なんかまたちょっとウクライナ思い出したけど、マウルポリをめぐる 取り合いとか、まあ、オデーサを、港をね、取るとか取らんとかやってるような話と同じ。オデーサにちょっといいかもしれない。オデーサを囲まれた時にウクライナはやっぱり助けに行かなきゃいかん。反対か。そうですね。そういう形になりますよね。もしオデーサをロシアが持ってたら絶対守らなきゃいけないからっていうような、そういう重要な港湾だったな。そうですね。そういうふうに最近やっと言われるようになってきましたね。まあ、今のね、大高ってね、大高緑地だからさ、あそこ海だったのって言われると、まあ、名古屋の人は分かると思うんですけど、あそこが海だって言われても、大高って大高緑地だろって思っちゃいますけど、当時はあの辺まあ、まで海だったんですね。そうです。なぜか当時ずっとこう海って随分こう内陸に来てまして、まあ、鳴海だって鳴海って鳴海って書くぐらいで、まあ、そうか、そうか。名前そうだね。鳴海って書くやつね。あそこも海なんですね、結局。なるほどね。でも、そうは言っても私、まず、上洛じゃなかったとして、大高、城を、解放しに来たって言うんだけど、大高城を解放する、ために、駿河っていうと現在の静岡市あたりじゃないですか。あそこそうから、大軍を引き連れてですね、わざわざ親玉、今川義元が、やってくるかいっていうのは、ちょっと、そこまで重要だったのっていうふうに思うんですけど、どうなんでしょまあ、吉本としては、今後、東の方を まあ、息子に任せてね。で、西の方は自分がどんどん進行していこうというふうに思ってたんですね。で、その途中、一番重要な尾張っていうところをなんとか、確保したいということで、で、まあ、大将として自分が出ていくしかないということなんですね。というのは、雪斎って知ってます？大元雪斎という吉本のですね、まあ、軍師と俗に言われてる人がいますけど、読んだことあります。歴史上に出てきた。この人がもともと三河方面、尾張方面の、大将だったんですよ。でも3年ぐらい前に死んじゃってですね、大将不在なんで、まあ、これは本人が行くしかねえなというのが吉本が出てきた理由の一つですね。なるほどね。結局でもその、まあ、結論として、結論っていうかね、この、要するに戦いの、水野さんが導き出した結論は、大高城の解放が吉本の目的であったっていうことだ。で、さらに、その後ですね、大高城に関して、結構いろんな水野さんの、なんていうのかな、出来事、
小高城で何が起きたのかって、結構あれなんですよね。家康が小高城にいたって、で、この時にね、入ってたわけじゃないですか。はい。で、まあ、来年、どうする家康でしたっけ？はいはい、大河でありますよね。大河で、この小高城を、今川と織田の取り合いで家康が入ってて、どうする家康ってなった時に、ひょっとしたら、まあ、今川が何をやろうとしてみたって話、大河の中でも出てくるかもしれないですね。だから。でも、第1回が多分その話になって、うん、で、家康はその、ね、ほら困ったな、大将が死んじゃったって話が、伝わってきたんだけど、本当だろうかと言って、困るわけですよ。で、まあ、大将死んだなら撤退した方がいいかもしれない。でも撤退しちゃったら、大将もし生きてたら、ひどい目に遭うから、どうしよう、どうする家康っていうのが第1回ですよ。うん、そのどうする家康やってるときに、今川が当然、うん、尾張に攻めてきた、ね、総大将、吉本、はい、うん。それは当然、上洛のためにっていうふうに NHK はやるかもしれないよね。さすがにやらないと思うんだけどな。じゃあ、でも、その、石丸が吉本が尾張を攻めてきたのは、尾張をやっつけるためだけに出てきたんだっていうふうに、どういうふうにそこを NHK が表現するか、興味ありますね。ああ、ありますね。うん。今までのでもみんなが分かりやすいのは、上洛しようとしててっていうふうに言ってしまった方が、なんていうの、その、浅い歴史版的には理解しやすいよね。でも水野さんたちや水野さん、うん、学者さんたちからするとそれちょっと違うよ上洛しようとしてたっていう話はっていう話になるのかもしれないですよね。うん、まあ一番最近分かりやすいのは尾張そのものを攻めに来たんじゃないかと、うん、そういう話が多いですよね。だからまあちょっと、ね、テレビの話もそれなりに面白いんできっと話題にもなると思うからNHK のね、やっぱり大河ドラマってちゃんと時代考証もついてるわけじゃないですか。うん、はいはい。時代考証がついて、どういうふうにそこを表現するかって結構興味ありますね。で、旧来通りのみんなが思ってる小説的に、うん、京都へ登ろうとした、例えばね、長澤まさみは使わないかもしれないですけど、解説で、今日、上洛の夢はここでついえた、みたいに、ナレーションでやってしまったら、それでも私らみたいな浅い歴史小説ファンはそれで納得しちゃうけど、そういうふうにやったら、そういう歴史研究家的にはブーイングになりますか？いや、だから最近はうるさい歴史好きが多いですからね。まず、上洛なんて言った日にはですね、多分もう NHK に苦情電話がですね、入りまくると思いますね。これちょっと興味ありますね。どういう表現を、まあ、ちょっとだいぶ先ですけどね。でも、うん、どうする家康って言ったら、そこのシーン絶対出てくるだろうから、その中で吉本が、うん、何しに尾張を攻めてきとったんだって話は、当然、ある程度出てくる可能性ありますもんね。それとも、まあね、そういうふうに、やっぱり歴史家の間で言われてるのと、一般の認識が違うから、その辺を出さないように濁すかな、NHK も。うん、まあ、逃げちゃうような気がしますね。なるほどね。でもちょっと楽しみですよね。うん、NHK がどういう作りをするかっていうのは結構楽しみです。そうですよ。この間 NHK は歴史探偵に出た時には、私は大高を攻めに来たんだっていう、大高を助けに来たんだっていうふうに歴史探偵の中では言いましたけど、まあそれをちゃんと脚本が見ててくれたらですね、そういうふうにしてくれないかなという期待があるんですけどね。面白いね。ちょっと非常に、あとね、なんか、織田信長の映画が、木村拓哉、でなんか制作されて近々風紀になるらしいし、結構なんかいろいろ話題がね、家康とか信長とかこれからなんかいっぱい出てきそうですね、世の中に感じとして、そう、うん、来年のね、なんでしょう、レジェンド&バタフライって言ったかな、うん、そうすげえタイトルよくわかんないけどね、タイトルが。なんだよくわかんないですけどね、レジェンド&バタフライというので、レジェンドが、信長で、まあ、バタフライが、おのうですね、のうん、のう姫、うん、という、なんか、純愛ドラマらしいんですけど、大丈夫かと思ったんですけどね。これ、ちょっと一つだけトリビアですけど、トリビアでもないんですけどね、両方とも実は脚本書いてる人と同じ人なんですよ。あ、そうなんだ。
古沢亮太っていう、あの三丁目の夕日書いた人ですね、映画のね、あれを書いて、あそこから偉くヒット作家になってた人ですけど、亮太、大河も信長も同じ人が書いてる。同じ人が書いてる。なるほど、なるほど、なるほど。つながってんだろうな、人と。あ、となると、当然、この桶狭間の戦いはどっちも出てくるから、脚本が同じだったら、まあ、そこは今川義元、本当に今川義元の目的が何だったのかっていうのは、あの尾張を取りに来たんじゃないかっていう話にしても、今日上洛しようとしたんじゃないかにしても、なんか、チコちゃん的に諸説ありみたいな話になっちゃうような気がするけど、あの、でも、ね、脚本家としては、同じ時期のこと2つ書くんだったら、違う目的にはしないでしょうね。一つの目的にするでしょうね。うん、と思いますね。なるほど。だけど、正直、あそこで死んじゃうんで、まあ、何でもいいかっていうのもちょっとありますけどね。で、濁すっていうのはあるよね。そうやって歴史家の間でそう言われてるけど、一般の人がちょっと思ってるのが違うのを、だって逆に本当に、その、尾張を攻めに来たとか、大高城解放に来たっていう話を言い切っちゃうと、一般の人から、いや、俺が聞いてる話と違うって言って、また NHK に電話かかってくる気もしますよね。そうそうそう。なんで、こう、うまく、まあ、脚本家的にはうまく逃げてですね、尾張に来て向かっていた、吉本が、多分、奇襲はやると思うけどな、奇襲で叩かれたっていうふうにするような気がしますね。で、まあ、結局それでも重要なのはやっぱり、尾張を攻めに来てたという、多分、描かれ方は間違いなくすると思うんですね。で、とりあえず、まあ、これまず、その、ここまでは一応少なくとも歴史研究されてる水野さんや水野さんのお仲間や、まあまあ、学者さんたちも、実は、あの、上洛なんて、全く目指した、形跡はないんだぞっていう話は分かりました。大高城を解放するために来たんだって言い切ってるのは、水野さんたちの親切ということでいいんですかね、ここからは。いいと思います。はい。で、この親切、その先にその来ていたっていう話と、まあ、家康、それから、あの、新朝後期じゃない、また他の資料からもなんか調べたって言ってましたけど、その辺の新説をちょっとざっと説明してもらえますか。まあ、ざっと説明すると、いわゆる大高城を助けに来た、目的は果たせちゃった。目的を果たすとどうするかというと、帰っていくわけですね。っていうことは、その吉本たちは目的を果たしたから、もう三河に一旦帰るために撤退をしてたんですよ。その撤退してる途中を信長たちが雨に紛れて奇襲したと。なるほどね。で、とすると、やっぱりでも撤退してるってのも、鷲津丸根とかその辺の有力の砦も破壊して、とりあえずもう、あの、自分たちの、なんていうのかな、勢力下に置いたぞっていうのができて、うん、勝ったぞって言って、ゆるゆると帰っていく途中。まさか信長が攻めてくるとは思ってなかった。だから、まあ、奇襲ということなのか。そう。で、あの、一般的には、あの、そういった撤退戦っていうのは、どこでもやっぱり、なかなか大変なんですよね。で、上手に撤退していかないと、そこを襲われることは多いんで、うん、上手に撤退をしてたんですけど、うん、まあ、たまたま天候が変わっちゃったことで、まあ、ちょっと隙ができたところを撃たれたんですね。なるほど。まあ、これを、その、撤退しているところを撃たれたっていうのは、あれですね、水野さんたちが、まあ、一つ読み解いた、親切ということなんですよね。まさに。まあ、まあ、読み解いたというか、そういうふうに、状況から見て、そういうふうに考えるしかないなということですね。なるほど。逆に言えば、その考えで、新朝後期を読むと、ピタッとはまるんですよね。なるほどね。あの、そういう方はこれですね。新朝後期天理本主観というのを、これをじーっと全部読んでいただくと、今、水野さんが書いてある、書いてありますね。はい。書いてあるね。はい。あの、はい、そうです。この番組はですね、本の宣伝もやってますんで、ぜひですね、新朝後期天理本主観、これ今、アマゾンで販売中ですね。で、はい、桶狭間への道は、これは今、アマゾンはなんか、新本は買えないみたいだから、
概要欄の方に載せておきますんで、デイズさんの方に連絡すれば、この新調、桶狭間の道も今でも購入できるんですよね。大丈夫です。それも。はい、じゃあ、それは、URL を概要欄の方に記載しておきますんで、桶狭間の道はそちら。新調後期展示本の方は Amazon の方で、ただいま絶賛発売中ということですね。はい。はい、一つ宣伝していいですか？どうぞ。この桶狭間の道のですね、改訂版、これもう10年経ちますから、随分話が変わってきちゃってますので、この改訂版を現在、鋭意制作中ですので、ですね、あ、そうなんだ。はいはいはい。それが、もうちょっとはっきりしてきたらお話しますけど、一応、そういうことをして、新しいのも出ますから、ということだけ言っておくと、いきたいと思いますね。ということで逆に言うとね、はい、改訂版のために新しい研究もいろいろ、水さんもされてるわけで、シリーズ、この、桶狭間の道の中でですね、新しい情報なんかもまたお話しいただけるかもしれないですね。ですね。とっても楽しみですね。はい。で、そうですね、まあこういうことですね。まだまとめると、すみません、私が勝手にまとめると、本当一般には、上洛しようとした。吉本が桶狭間で、いわゆる奇襲攻撃にあって信長にやられたって言われるけど、そもそも上洛なんて、しようとしてた形跡は実はない。これは歴史の世界ではもう常識になっているんだっていうのは私が驚いた点が一つで、その先の、じゃあ何の目的だったんだって言ったら、大高城の解放というですね、まるでなんか本当に、あれですね、ロシア軍がマウルポリをどうしても取りたかったみたいな話で全力で挙げて取りに来た。だからそのぐらい大高が重要だったから今川が全力で3万の軍勢で親玉吉本が登場して出てきた。で、あ、そうだ、あと大高城に一旦吉本が入ったんじゃないかっていう話をされてましたよね。それは、はい、なぜそういうふうに思われたんでしたっけ？これは三河物語というですね、まあ、家康を、まあ、称えてる、まあ、本があるんですけど、ここの中の記述を見ると、そういうふうに読み取れるんですね。なるほど、なるほど。だから、本当にあれですね、それでいくと、まあ、状況証拠からのあれですけど、大高を取ったぞって言って大高を取って吉本まで来て、でまあ周りのややこしい、鬱陶しい信長方の砦もぶっ潰して綺麗になったと思って帰ろうとした途中にドーンと奇襲を受けた、はい、というのが水野さんたちの新説であるということです。そうです。でそれは、はい、新潮後期であったり三河物語を読んでいくと矛盾しないと、最も合理的な考え方であるということです。ます。はい。なるほど。面白い話をありがとうございました。まあ、これでですね、この、新潮後期で桶狭間への道。まあ、桶狭間の話じゃなくて、とにかく織田信長に関わる、この戦国時代の話をですね、シリーズで、作っていこうと思っておりますので、ぜひ、ちょっと今後もご協力をお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。村上無線なんですけどね、無線がいつの間にか歴史、はい、ヒストリーになりますけど、まあ実際、自分が好きなものを勝手にバラバラに上げてますんで、テスターも上げてるし、JBL も上げてるし、魚釣りも上げてるし、新しいジャンルができました。はい、歴史小説もの、特に織田信長っていうのがね、できましたんで、とても楽しみです。はい。本日は水野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。新潮後期で桶狭間への道、歴史ライター、水野誠志郎さんに聞く。面白い話、いろいろ聞けました。これからもですね、水野さんにいろんなお話、織田信長の話、また戦国時代の話ね、いろいろ聞いていきたいと思います。どんどんこのシリーズ作っていきたいと思っています。チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。いいねも押していただけるととても嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。